建物や日用品に取り入れられているユニバーサルデザインについての講座が昨日22日、大府市の石ヶ瀬会館で開かれました。この講座はユニバーサルデザインを学ぶことで住みやすい街づくりに役立ててもらいたいと大府市社会福祉協議会が企画したものです。ユニバーサルデザインとは、できるだけ多くの人が利用できるように情報をデザインすることで、自動ドアや絵文字を使った案内表示など、日常生活のさまざまな場面に用いられています。3回にわたって行われる講座のうち、1回目となったこの日は、日本福祉大学健康科学部の村井博樹准教授を講師として招き、ユニバーサルデザインの基本について解説しました。この日は応募のあった高齢者施設や障害者施設のスタッフなど9人が受講しました。講座ではユニバーサルデザインがバリアフリーと共通している点を挙げ、足でボタンを押せるエレベーターや手が不自由でも使いやすい文房具などを紹介しました。受講者はユニバーサルデザインの利便性や将来性などを考えている様子でした。だんだん右上がりに上がってるイメージ、ね、それがイメージが、いろいろ上げてもらったけど、それが身近にはまだまだないので、もっともっと普及すればいいなと思います。ユニバーサルデザインの仕組みはやってあるけども、高速と遅いやつがあるもんで、そこら辺がちょっとあれだね、問題点があるね。外側はいいんですけども、やっぱりその作り的なやつね、問題点があると思いました。またこの日は大府市のユニバーサルデザインについても建築住宅課の職員が事例を挙げながら紹介しました。次回以降の講座は来月1日と8日に石ヶ瀬会館で開かれます。